人間には現実に起こってしまう以前にあれこれとこういうことが起こるのではないかというふうに想像してしまう、いわゆる妄想してしまう現象があります。これは禅では幕妄想というふうに言いますが、武術でも共通しまして、実際に起こってくる以前にこう来るんじゃないかとあまりにも考えすぎると逆に体が固まってしまうというのがあるので、心身ともにこうリラックスをして現実の相手の動きに対応する、その部分が重要になります。